はい、こんにちは、ゆかりチャンネルです。はい、今日もアミートークやっていきます。74になりますね。もうすごいね、74。改めて思うとすごいね。はい、この間見せれなかった片方、こちらがこのアルルのぶどう畑の糸で編んだ片方完成してます。で、今ね、もうあと10段ぐらいでつま先に入るところです。よいしょ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 。なんかさっきまですごい太い糸で編んでたから、すごいこの棒が細く感じる。今ね、ケーブル編みをちょっと勉強しようと思って、小さなものから始めようと思って、今ねメガネケースなるものを編んでいますが、ものすごい七色彩色で編んでたから、これがすごい細く感じる。はいはいはい、そう、ベルンロケストラーさんのね、そのワークショップでやったさざ波ショールなんですけど、全部ほどいちゃいました。なんでかっていうとね、もう全然ね、ダメだわ、あれできないわ私まだ。裏表がある編み図がとにかく多分苦手で、まあ、苦手なのもあるんだけど、その表の段で掛け目とか二目一度をやるんですけど、で裏の面行くじゃないですか。で裏の面もこのその表目と同じように編むわけじゃなくて、細工があるんですよ。ガーターとメリヤスが何かちょっと模様が違うくって、表とは。で最後まで裏面編んでいくと、絶対ねここでね模様の目が合わなくなるのね。だから掛け目を忘れてるか、掛け目のところを目を落としちゃってるかなんかで、絶対裏のその裏の段の時に、偶数段だよね、偶数段の時に端の目が合わないの。またほどくでしょ、またほどいて表の段もまたほどき直して最初からやり直すんだけど、でまた今度終わったと思って裏面編んでいくと、また足りないの、目数が。だいたい一目足りなくて、もうね何回もほどいてもう嫌になってやめました。もう今じゃないと思った、なんか今私がやれることじゃないなと思って。もうだって全然何ゴム編みのとこから進まないんだもん。そう、私のねずっと10年近く乗ってきた、仕事に行く時に使ってる自転車がパンクして、その自転車屋までね暑い中押していったんですよ。そしたらね、なんとね休みで、あーって感じで、もうまたそっから歩いて帰ってくるのにもう汗だくで、で後日ね自転車屋さんに行ったら、なんか私の自転車ってもうタイヤの横がもうひび割れてて、チューブとかの問題ではなく、もう劣化してるんですよね。で前後ろタイヤを変えるといくらいくら で、あとライトがもう壊れてるから、夜ねこれから日が短くなってきた時にライトつかないと真っ暗だから怖いから、それも直してほしいし、あと自転車のベルも鳴らないしみたいなこと言ったら、予算いくらぐらいお考えですかとか言われて、2万円ぐらいで新しいのが買えればいいなって言ったら、今2万円じゃ自転車買えませんって言われました。マジでと思って、で、まあ、買えるものも外に置いてあるけど、その自転車はライトがついてなくて、あとギアがついてないのね、軽くなるやつだから、もう坂でも何でももう
変則がないからね、ずっとその重いまま上がってかなきゃいけないの無理だから、ただね店のね隅の方にね2台だけね置いてあった売れ残りみたいな自転車なんだけど、黒と白があって、でそれが2万6000ぐらいだったかな。でこれだったら2万3万以内で収まりますよねって言ったら、まあそれ2台しかなくて、ライトもついてるけど昔ながらのライトだから自動点灯ではなく足でガチャンってやってライトをつける感じのやつ、まあ何でもいいやと思ってとりあえず3万以上は出したくなくて、もうほんと仕事行く時に使うぐらいで普段は乗らないから、で自転車を買いました。で買い物するためにね別でつけてたカゴがあるんですけど、後ろのその後ろのカゴも外して新しい方につけてもらって、もう見た目は全然昔と変わらない、前の自転車と変わらないんだけど、もう今高いね、なんでももう自転車は輸送コストがめちゃくちゃ上がってるらしくて、もう2万以上出さないと自転車は買えませんって言われて、私がさいつぐらいかな、なんか昔って9990円とかでホームセンターとかでね、ただのシルバーの通学用みたいな自転車は出てたから、もう1万円じゃ買えないんだなと思って、高くなったなと思って、そしてさ2、3日したら今度娘の自転車がパンクして、で全然空気入れないのね。私は自分の自転車を買い物にも使ってるから重さですぐ空気が抜けるから結構しょっちゅう、ね、空気を入れるんだけど、まあ、自分の入れる時はそこに泊まってる家族の分もみんな入れるのね。でいつも娘は自転車使ってていないから自分で入れないよって言ってたのに、パンクしたから入れてないじゃん、入れてるってって言ったら、友達のお父さんが入れてくれてるとか言うから、遊びに行ったらいつもやってくれるとか言ってさ、申し訳ないよね、どういうこと？と思って、ありがたい話なんだけど、しょっちゅう入れてくれてるって言って、本当にね恵まれてるあの子は。でなんだかんだ車をね、それも娘のやつも積み込んで、もうくっそ暑いからね、めっちゃ暑いから押していけないってことで、自転車積んで下ろして直してもらってみたいな。したらさ今度息子がさバイト行くのにさ自転車使ってるんだけど、私の自転車借りていいって言うから、なんでって言ったら、俺のパンクしてるからとか言ってさ、なんでって、なんでこのみんな同じ時期にパンクするかねって言って、で1週間のうちにね、うち3台ぐらいね自転車のパンク直しに行ってます。シャレにならん、本当にどういうこと。暑いからあれかな、息子の場合はパンクじゃなくてもう虫ピンがダメになってるってことで、もう前後ろそれを変えてもらって、でタイヤじゃなかったんだけど、まあ、何にしてもさえらい出費ですよ、お盆の前に。そしてそう、来年じゃなくて再来年なんだけど、娘の成人式がやってくるっていうことで、そうね、家にさどこから調べたのか分かんないけど、すっごいすごい成人式の着物の冊子があっちからもこっちからもじゃんじゃん来るわけで、結局全然開いてもなくて、もう本当にゴミになっちゃうんだけどね、ビニールとさ外側のビニールと中の本を分けて捨てなきゃいけないから、もうそれがさもう毎日のように来るから、地味にさ邪魔くさい、あれもうやめてほしい、届けるの。この暑い中郵便の人もさ
捨てられちゃうものを配達してると思うとかわいそうで、あ、止めればいいのか、電話したりして。でうちはそのお友達の働いてるところのご助会に入れてもらってるので、あのたまたまねその展示会があるということで先週行ってきました。で買う予定はなくてとりあえず見るだけと思ったんだけど、結局もうトントン拍子に自分がいいっていうものがあって、どん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 決まっていって、結局最後まで契約してきちゃいましたね。まあレンタルなんですけど、今の流行りはやっぱり淡い色のアースカラーっぽい感じの、はっきりくっきり原色だった時とはやっぱりちょっと変わってきてるようで、うち娘はね、あちゃちゃちゃ、薄いピンクのね着物にしました。もう着物もピンキリで、まあえらい出費です。決めるつもりなくて、まだ1年あるからいっかとか言ってたけど、やっぱりその着付けの時間とかヘアメイクの時間とかがやっぱ早く決めた方が、早く決めた人からその式に近い時間帯で融通が効くみたいで、もう結局もう気に入ったのがあったらそのまま決めちゃって、まあそれはそれで良かったのかなとは思ってます。で前撮りの日にちとかはまだ来年なので、前撮りの写真とかね、すごいね、すごい出費、後期の学費が迫ってるという中に自動車学校も行くと言っていて、そしてそして最終的のトリプルパンチが成人式の衣装をのお金を9月末までに払ってくださいということで、トリプルパンチ来ましたね。これトリプルパンチやっていけるのかって感じで、とにかく元気で仕事に私が行くしかないということでお盆もね少し仕事して、やっと今日からお休みですね。そうなんですね、ケストラーさんのワークショップに行ったのが高島屋の東急ハンズの7階だったかな、行ったんだけど、その一番上の階だったかな、あれ11階だったかな。前はね、なんかそこにクラフトのものが置いてあった記憶があるんだけど、なんか変わっていて、あれが7階に変わったのかな。で、あそこ、あれあれ、ホビーラホビーレ、そうそう、思い出してよかった、セーフ。ホビーラホビーレのお店が11階にあって、ちょっとねワークショップ終わった後になんか買い物したいなと思って見てたら、ホビーラホビーレさんでも毛糸とかも売ってたんですけども、もうすごいたくさん置いてあったのが刺し子、すっごい刺し子ブーム来てるのかな今。もう当たり前のように刺し子めちゃめちゃ置いてあって、それもねサンリオコラボみたいなものとか、刺し子の元の布もう私白と紺ぐらいしか知らないんだけど、今色付きのものも出てんですね、あの薄いベージュとか、めっちゃ可愛くてすっごい悩んだけど、今ね私がねやってる刺し子以前買ったパンドラさんで買ったやつなんだけど、パンドラさんで買った刺し子一目刺しってやつなんだけど、やっとね縦と横が終わりましたでこれが終わってないのに次を買うのはやばいと思って、これはね毛糸と同じことになると思って、今ねあれを仕上げたら次気になるやつを
やってみようと思って、もうあれ1年前ぐらいからやってるからね。で意外に刺し子の糸がなくなるの早くて、とりあえず1本ね、あのワークショップの ところ私の時間っていうお店で1本買ったんですけど、あれ意外に使うなってことで、また足りないかもしれないですね。サンリオのやつとかあったもんね、初めて見た。でももっとゆっくり見たかったなと思って、まああれもこれもやってもできないんだけどね、やりたくなっちゃうよね。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。10段はいってない、 1,2,3,4,5,6 段。はい、ということで明日はいよいよお盆で実家に帰るので、また実家でね動画が撮れそうだったら撮ってこようかなと思うんだけど、ちょっとわかんないですね。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。